レナ選手、先ほどのトーナメント優勝というような最終目標は伊沢選手というふうにおっしゃってたんですけども、そういう考えに至った気持ちというのはどのようなところからでしょうか。そうですね、本当は最初1回戦から伊沢選手とやらせていただきたいというのは提案はさせていただいたんですけれども、まあ、海外選手4人も出るので、まあ、今回この対戦にはなってしまったんですけど、そうですね、やっぱり悔しかったっていうのは一番、やっぱ浜崎選手がずっとチャンピオンでいてほしかったっていうのはあるんですけど、まあ、伊沢選手が強かったっていうのもあるので、私は浜崎選手と戦いたいっていう気持ちがそんなにないので、そうですね、ライジンのベルトは正直、考えてはなかったんですけれども、こういう状況になって、まあ、一つそうですね、チャンピオンに挑戦させていただく機会があるんであればやりたいなっていうふうに思ったので、はい、この中で伊沢選手に勝てるのは私しかいないんじゃないかなっていうふうにも思うので、挑戦させていただけたら嬉しいですというような言葉を聞いて、伊沢選手はいかがでしょうか。その試合が組まれたら一生懸命頑張ろうと思います。